ジークットチャンネル始まりました。ケントです。そうです。アートです。レンです。今日は気になる生理のお話です。すごい溜めちゃった初めての生理いつでした？なんだっけな、僕多分ね遅いと思う。中3、中2、中3。そうね、僕も遅いね。中2ぐらいだった気がする。僕も中2ぐらいです。そうね、ぐらいかな。みんな遅いね。遅い。最初来た時どうだった？結構ショックで、やっぱお母さんに言えなくて、っていうか言いたくなかったの。ちょっとさ、あの女性だって自覚してるけど、なんか男の子として生活してる感もあるじゃん、うん、中学生ってまだちゃんと女の子として生きてるっていうよりも、なんか男の子の学生としてなんかやってたから、お母さんにそういう体のこと言いたくないみたいな年でもなかった。それで言えなくて、そのナプキンとかも知らなくて、あんまりなんとなく分かってたけど言えなくて、もう嫌でしょうがなくてティッシュで過ごした。一緒です。ティッシュで、ね、トイレ行ってトイレットペーパーバラバラってピュッて挟んで交換してました、ね、1週間ぐらいティッシュで終わるまでやってました。最初ってきっと少ないやん、うん、覚えてないけど。あ、怒られなかった？怒られはしなかったんですけど、うん、バレて家でもこう巻いて入れてるの、うん、で、何してんのってなってすごいびっくりされて、うん、あ、生理かみたいな、もっと早言うたらよかったのにって言って、そのまま赤飯を炊かれました。あー、わかる。高戸世代でも赤飯炊かれる。炊かれましたね。やっぱ伝統なのかな。かもしれないですね。僕も赤飯炊かれて、おめでとうって言われて、おめでたくないなと思いながら、うん、ついなって、自分が女性だとまだまだとこう言われてるような感じだよね。しんどかったな。どうしたの？僕の記憶上だと地元の夏祭りの日に来たんですよ。で、そろそろ時間だから準備してトイレって行こうと思ってトイレ入ったら、うん、パンツ汚れてるってなって、うん、でもイコール生理に繋がんなかったんですよ、うん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 、で、あ、なんか切れちゃったんかなって思ったんですよ。で、ちょうどまあおかんがいたから、ねえって言って、なんか切れちゃったみたいっつって、おまたって言って、おまた切れた。そう。僕だからあの保育園の時に、あの三角形のこう積み木、聞いた聞いた。そう、積み木で遊んでて、足が滑ったかなんかでガーンって打ってここ一回切ってるんですよ。塗ったんだっけ？そう、塗った木馬じゃんね。そう、それがなんかまた切れちゃったんかなと思って、血出てる、なんか切れてるよっつって言ったら、おかんが冷静に、うん、生理だねって言われて、あ、そう、え、生理なのこれがみたいな感じで、とりあえずあの私使ってるのあるからそれつけてきなさいみたいな感じで終わった。別に赤飯は食べなかったかな。でもお腹痛いでもなかったの？全く生理痛とかなかったの？うん、そんなに。あー、でも僕も少なかったな。りんちゃんはどう当時来た？僕は赤飯食べられなかったですね。覚えてる？最初来た時学校とか、でも、あーって感じ。保健の授業でやってたから、あ、ナプキンの付け方やるよね。やってたから、あ、やるかも。来たか。ナプキンは家にあったの？あった。あー、でもそれ使って来た時用に確認しといた。色々あるから、そっと勝手にこう取って取って、で、減りが早いから気づいて言ってきてみたいな。減りが早い、そうなんですぐらい。ねえ、あれ言いたくないよね、自分言いたくない。僕の学生の時に友達がやっぱ生理になっちゃって、スカートがパンだったんだけど椅子につくじゃない、シミが。で、友達がそれを言ってて、でもなんかショックでもう帰ってこなくなっちゃって教室、次の日普通にしてたんだけど、なんかやっぱちょっと男子とかもいるから、驚愕の場合そういうのって嫌だよね。ちょっとからかったりとか、だから生理とかからかっちゃダメだよ。中学生とか見てるかもしれないからね。ダメだよ。そうね、恥ずかしいって思っちゃうんだけど、でも決して恥ずかしいことじゃないし、なんかそんなのもっとナチュラルにみんなが会話できればいいよね、男女ともにね。ケアできるぐらいになればいいよね、うん、生理用ナプキンさ、買うのどうしてたの？僕も買いたくなさすぎて、なんか電話しながら、あ自分のじゃないみたいな、あ、これでいいのみたいな、これか、これ、わかんないけど、まあ、これか、みたいな感じだ
大量にお菓子を買った中にお菓子と似てる色のお菓子を買ってバレないようにで、おばちゃんのレジみたいな、あ若者のレジはもう絶対にダメだから、うん、なんかちょっとさ、あの髪の毛短くてボーイッシュな時にそのナプキンとか入ってるとえっみたいな時ない、うん、なんかえってやられた時の衝撃が傷つくじゃん、あれでこっちはドキドキしてもう嫌だなと思ってる時にあええみたいな、ええじゃねえじゃってなるよね、こっちが嫌だ、ケアしてくれよとか思うけど、まあでもまあ、ってなる気持ちもわかんなくないけど、うん、きついよねあれね。でも今はあんまりえってならない人の方が多いかもしれない、ね、あそんな気がする、うん、若い人とか結構さ彼氏が買ってくるのもあるよね、うんうん、タカトとかどうしてるの、僕はもう基本的に親に買ってきてもらって家にあるものを使ってって感じだったんですよ。緊急で外でつけないといけない時とか、うん、今スポーツ用とかってあるじゃないですか、でなんかパッケージが早い早いあの運動してる女性向けに横が漏れにくいようになってるみたいな、パッケージが黒だったりとか、すごいシンプルなんですよ、はい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 、でできる限りそれをピュッて取ってあのコンビニとかに立てちゃうとかって吸ってるっていうのはしてました、ね、キラキラし可愛いやつ、うん、多い多い、そういうなものを選んで盗み取るように飲み消した？いや飲み消してないです。どうしようみたいな。多分ね、多分こっそり腐ってる。ナプキンのこだわりあった？薄い薄いやつ。もうなるべくポケットに入るやつ。ちょっとふわふわしてるのでポケットでかさむのも嫌だよ。なんか三十何センチとかになって作るやつはお尻もたつくからな。お尻もたつくっていいね。タンポンをつけてた？僕結構タンポンつけてた、つけたことない、バスケやってたの、うん、だから部活で絶対漏れちゃうのよ、あ動くから、だからもう結構その薄くてモコってならない、うん、お尻がもたつかない薄いやつで全部それだと絶対漏れちゃうから、うん、もうタンポンとナプキンと併用して、うん、部活はもうそれしか乗り越えられなかった、僕ね、あの水泳やってたじゃないですか、だからその水泳の試合にちょうど生理がかぶっちゃった時に1回だけタンポン使ったことなんです、うん、でも使い方が分かんなくて、あのケースのまま突っ込んでた、あーそれじゃん、吸収しないじゃん、そうだからケースからなんかこうブッて 出さなきゃいけないんだけど、うん、そのままケースのまま突っ込んでなんか違和感あるなと思って、硬いし、そうバレちゃうよ、そうでお母さんに言ったら何やってんのみたいな、うん、なんかケース外すんだよみたいななって、すげえ怒られた記憶がある、うん、そうね、あれだって吸収しないんだよね、いや分かんないよ、なんか怖いしね、最初めっちゃ怖かったもん、だって僕最初にタンポン使う時、多分部活でやんなきゃいけないと思った時に、うん、家で練習しようと思ってやってみようと思ったら、うん、怖すぎて1時間半かかって、もうなんか嫌で嫌でしょうがなくて途中でなんか吹いてたもん何かストローブ絵みたいな、奥さんが月経カップ買ってきて、なんか結構ヘムテック用品好きで、こう会場とかよく行くんだけど、めちゃくちゃいいって言ってた、本当に漏れないって、ねえ時代変わるよね、僕らの若い頃まだこうアンダーグラウンドな感じだったよね、こそこそ買うとかあんまりバレちゃいけないものみたいな感じで、オープンになってきたからすごいいいと思う、だから男性もね定理とかそういうグッズとか知ってた方がいいよね、でも自分がこう生理だったじゃないですか、うん、それで知識あるから普通に女の友達とかに、うん、え生理じゃんみたいな、なんかこの感じで言うと、うん、なんかえってなりません、なる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 、なんでそんななんか公の場で生理の話でっかい声で言うのみたいな、なるなるなる、でもこっちはなんか普通の感じで言ってんのよ、うんうん、えってなったらどうしたらいいの、あれはさ、その女性からしたら初体験だよね、うん、だって男性から、あ、生理なんだとか、こうなんだろうか、男性側からそういうの言ってくることないじゃん、一緒に言うんだろうけど、男性側から見るとさ、触れちゃいけないものってなってる、うん、生理の時はそっとしておくとか、なんかちょっと変な前知識があって、生理の時は体調悪、機嫌悪くなるとか思ってる、確かに思ってる人いるよね、未知なんだと思う、レイちゃんがそういう風になる時ってトランスって言ってないと思う、言ってある、あ言ってあるんだったら言ってあって、でも分かってるから言っていいかなぐらいの感じで、うん、ああ女性でしょみたいなこう言ったら、うん、え
みたいな。だから知ってても忘れるらしい。だから僕も何回か会ってそういう時に、結構オープンだねみたいな話言われた時に、いや生理経験者だからねって言ったら、そっかって言われて、トランスイコール生理経験者って忘れてるんだと思うんで、ちょうちゃんが生理やったとかもう本当なんかありえない、ありえない、もうなんかしたかみたい。どういうこと？下かみたいな。俺も受け入れられなくて。ありましたよ、ちゃんと。なんかそれはこう改めて生理経験者って言葉にしないと分かんないかもしれない。だからケアできるよとか言うと、多分気持ち分かるよって言ってめっちゃいいやんみたいなことになるから、そこっていいことだよね。なんかさ、やっぱさ、生理きつかったじゃん、正直しんどかったし、なんかなんでこんな体で生まれちゃったんだって思うことあったんだけど、でもそういうところばっかりこう見るんじゃなくて、やっぱ生理経験したからこそできる彼女へのケアとかさ、そういうポジティブな面を見て生きていきたいですよね。いいところいっぱいあると思うんだよね。はい、ということで今日は元女子が語る生理のお話でした。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。僕らさ、こう生理の時にトイレに行ってあのベリベリって話す音が聞かれるのが嫌だとか、いやーでもめっちゃね、そう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 音鳴らないようにプロだったと思う、あれ無音のプロ、そうそうそう